はい、と2021年4月23日英語物語春ランマン日替わり復刻、本日はロシアでございます。コストがいくつだった、79だったと思います。8だったかな、思い出せんね。ということで、とりあえずデッキは右のような感じで来まして、現在の成績は9の7。まあ最初あれだね、このデッキの方も言ったからって、この調子が続くわけじゃないですかね。まあとりあえずこんな感じで来まして、一応まあ初日はね、数字的にはね、なかなかね、収集はつかんですけど、その前に、これ、ゆるがりの、あれ、パスか、買っちゃったんですよ。ビットコインが下がってきたもんで、ね。まあ、ということで、これ、初めて知ったんですけど、今右に会場予約ってしますが、これ地味に便利ですよね。いや、知らんかったんですよ、これ。ずっと知らんかったんですよ。さっき気づいたんですよ。要はこれなり、今だと、ここを会場予約しようとすると、この砂時計がかかるんですよ。砂時計は何、これ買うの？いや、これ全部報酬でもらったやつだけど、私一切使ってないですよ。使ってない状態で今こんな感じか。全然わかってないですけど、これがね、今箱が開いてないで買うんですけど、箱が何も開いてない状態で、で、1個だけは予約できるんですよ。だから一番左のこいつは開いてますが、あれ触っても、あ、ちょっと待って、触るとか、砂時計使っちゃうな。これを、予約する前にこっちを会場予約したか、それでこっちを開けようとしたか。だから1個は予約できるってことは、これ忘れてもいいってことで、めっちゃ忘れますもんね、これ。で、あとね、これ一応ね、累計は何、報酬が1000体ですが、1000体までやったんですけど、いや、1000体までやった方があれですが、心のマルチタスクじゃないけど、自分の中の何、わだかまりじゃないけど気になりますが、いや、なんか気持ち悪いもんで、1000体でもうちょうど終わったんですけど、これ一応ね、私何にも何、この、月のやつ、このあれ、ちょっと待ってくださいよ。この無制限何もなし、これがなしで、そのままやってます。それで、こんな感じで1000体まで来れた。一応本日が23日が2日目ぐらい。自然回復でね、1回でね、どんなもんだろう。200体ぐらい倒せるんですよ、これが。で、デッキがね、両方日照なデッキ、こんな感じでやったんですよ。適当に。10体以上から20体かぐらいを適当にやっていけば、ずーっとこの体力で、今レベル259で、やる気が223か。これでなんとかいけるんですよ。ずーっと自然か。いや、お前みたいに暇じゃないと言われそうですけど、まあ、とりあえず本題は、こっちの体勢の方なんで、まあ、そんな感じ、ゆるがりの方でそんな感じでございますけど、まあ、とりあえず体勢やりながら行きましょうか。ここはほんと、でもあれだね、低コストそだり、優位性っていうのを、まあ、とりあえず行きましょう、どう。自分だけの優位性を持てるってとこは少ないですが、要はなんて言うんだろう。コストが低いから、例えば、ここのロシアの、クレムリンを原突マックス持っとるとかっていうと、火か風だったら、まあ風が一面差で使うと自分だけのメリットになりますが、他の人と比べて。でもここだとあれだもんね、コストが低いから、どれか一体、まあ無理に入れるっていうとこしかあれだもんね。別にエトダさんだってみんな持っとるわけだから、みんな持っとるってことないけど、まあそれは言い過ぎだね。持っとる人とバー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 、ある程度あれじゃないかな、進化の方。という前提で言っちゃいますけど、そこら辺がなかなか難しいですよね。難しい。だってこれもさ、相手のリーダーあれですか、あれ押してない押してない、リスボン使ってますが、だからそこがあれだよね、一応優位性ってことで、煙突芯とあかんやつを使ってって、ま、風に変えて水も打ちたいっていうところでっていう風だと思うんですよね。私は江戸田さんにしたんですけど、いや、サクサクいけるかなと思ってそれでしたんですよ。うん、で3番目4番目あとちょっと黙ったね。いつもの四国の出っ歯並べて、あれはでも結構みんな多いよね。コスト下げる意味はあそこあれなんだよね。ホットは4番目にあいつ月見日風の火力アップ、あれを入れたんですよね。あれだったら別に水に引っかかるわけじゃないし、うん、1ターがどうしてもあれだよね、体力高いやつあると残るんですよね。相戸田さんも残ったらラッキーってことだね。低コストをこれやってみて思ったのが、要は何、最後の方に重いの置いたりすると、最後の方で重いの置いたりもしたんですよ。向こうの方だとズースかそういうの入れたり、それか親父とか使って入れたりしたんですよ。最後の方って当たり前だけど、何、火力がみんな上がってますが、それ以上に低コストだもんで、自分だけ例えば幅木置いてもさ、いや、みんな幅木使うわけじゃないですが、当たり前だけど、まず遭遇率が少ないですが、
かそこでなかなか遊戯性が生かしにくいか、うん、なるべく1ターン目2ターン目ぐらいに重いの体力あるやつ置いた方がいいんじゃないかなーっていうんですね、まあ、初手に重いの置くのありだね。さっきのあの相手のリーダーのリスボンとかって相手、うん、あれだありだと思う。だから風に変えて要は水とか打ちたいってことでしょう。多分そういう狙いだと思うんですよ。でこいつらはもう絶対溢れるまでどうしてもで、ね、低コストなのでね、うん、それは素直やもう、うん、ダスト押しとなった、ダスト押しとなった、ダストじゃダメか、自然じゃないか、ホコリ自然じゃないか、もうこれで自然出るよな。またいい役だなお前な。ここだね、コストのね考え方が本当思った。うん、いろいろビーダーのデッキじゃないけど対戦しながら見とったりとかしてどんな感じかなって。だから全然今日対戦こなしてないですね。一戦やってふーん、一戦やってふーんってない頭くる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 変わりまして、難しいね。低コストがでもあれだよね、あのドリブルじゃないけどさ、英語物語多分あれだよね、低コストを制するもあれだよね、対戦を制するだろうね。だから低コストで上手い人はあれだろうね、北間さんがもちろん優位性が高いっていうのはあれあるね、コストに対して被害と効果じゃないけどさ、あ思うあれは本当。あの最初さ、これがなんて言うんだろう、あのランクっていうの、等級っていうの、ユルのイルガリに関して変わってきましたが、あそこら辺悶絶とかなったりちょっと何身分不相応っていうの、あそれは素直に思ったんですよ、口には出してないけど思ったんですよ。だけど今日の何戦ってみて、北間さんの相手の何2番手に使ったり最後に置いてきたり、コスト対効果っていうの、あれ確かコスト10でしたね、に対しての体力っていうの、それ考えると、まあ、ZR とは言わんけど、ZR 以上悶絶未満ぐらいの価値はあってもなんかあれじゃないかな、いや素直に、うん、って思ったんですよ。ここもあれだもんね、あとあれもう水に変える必要がなんかないかなって。もう逆にでパパさんも確かにこれ恐怖は恐怖なんだけど、ここだ理由は火力かけていけば抜けるから月見いますが、さっきも言ったけど日風の向こう月見使ったんですよ、を使っていけば4ターンっていうちょっとターン数がね使いにくいところありますけど、あれ使えば一応火力上げるから低コストでなんとか抜けてける抜け道があることを考えるとっていうところですよね。そうするとデッキがみんな結構かぶるわけじゃないけど、テンプレ化じゃないけどさ、いやちょっとその何3回やったら3回とも同じ結果にならんっていうの、同じデッキ同士で、もちろんそのターゲットとか回答順とかありますけど、その難しさはなんかあるよね。素直に呼ぼう、これはおっとり呼ぼう、その幅が広がらないよね、デッキに関してはコストが低いからという意味で、いやこれホットボーやってみて、とりあえずこれでなり、2回目3回目ぐらいかな、なんか変えてって、やっぱり納金じゃないけど火力押しにしたいで、どんな感じかな、まあ、結局あれか警備でいくかっていう風になって固めてってコスト低いので、ね、どこをコスト高いの置くかなと思ったんですけどね、1番手か2番手かなと思うんですよね、うん、って思うんですよ。そこぐらいじゃないと、だってで、そのさっきも言った通り4番手とか5番手とか例えば幅空きとか、いやヘビでもありだと思う、あ赤ヘビでもあの火力アップという意味でありだと思うけど、そのメリットっていうのが特に幅空きとかタイプ、さっきも言った通りに防御を上げてって守っていこうとしても自分だけ上げてもその周りが別に何に Thanks これの展開が結構多いんですよ。勝ってない引き分けっていうの、だから勝敗がつきにくいんだろうね本当に。だから Thanks 問題ミスとかそのタゲのあれだから座れるやつに最初に行っちゃうとか色変を間違えるとか、それかあれだね、あの読み違いとか多分そういうとこじゃないから、勝敗つくとこって結構デッキでめちゃくちゃ優位性が出せるってやつが、だってねこれどっかでなんて言うんだろう、ちょっと待ってください、いつもこの音ちょっとあれだな、ちょっと待ってくださいよ、こっちの方で音出るか、要はさちょっと触っちゃうとかでこっちデッキ変えますけど、例えば、うん、コストで一応コストが能力だとしますが、優位性っていう意味でここでなんて言うんだろう、今のコスト79か比でロシア制限でどれか優位性を出していこうというと、やっぱコスト重いやつが当然一応比例して能力は高いんじゃないかっていうことで、まあとりあえずね、とりあえず暫定的なとこで上から見ていくと、ここで何に使うかというと、いや別に新様能力悪いわけじゃないけど、この60を使ってさ遅延して止めてね、他人に対しては優位性っていうの、相手チームに対して取れるかって言われると疑問だよね。だこれだと逆に突っ取ったとしても1ターン目に入れて、まあ秘密だったらいいけど火に変える権利があるユルを
使っててなんか優位性があるのかって言われると難しいところだね。じゃあそこら辺を見ていくと、幅機でもそうですね、性能悪くないですよね。いや悪くないです、別に最後に入れたろうかなと思いましたけど、一人だけ寄ってみんな高1でもね、信玄とか全体攻撃かけられて終わるよね。そういうことだよね。だからそこら辺をどこで優位性取るかっていうと、やっぱターンのあれだね、ここの前の方での1番手2番手ぐらいで耐えつつ火力出せるっていうのというと、ここに目ついたんですかね。これが何、1番手、まあ普通に使うのは2番手ですわ。1番手はまず使いますわ。あわゆくばワンチャン1発耐えたら2発撃てるっていう可能性はありますが、まあ大体集中砲火ありますけど、で逆にこれ水走りだと、で止められますが、でだしあいつヒルズあれに貫通されますが、そこの脆さがあるので、ここら辺でもそうですよね、一瞬思ったんですよ。だけどこれ結局ウッスとかでできたら水で貫通されるし、逆にここら辺ぐらい来るとで単数的に火力アップじゃないけど何らかのスキルかかるところがあるから、それ考えるとやっぱ1ターン目2ターン目だから1ターン目にこういうのを置くのもありかなっていうのは思ったんですよね。ただ50だと重いもんで、それをどんどん下げていくと、水混じりのあれだよね、体力あるやつ、これだと体力ないしっていくと、ここでもちょっとあれだね、これどっちかというと火力寄りのユールだから、あの設定的に向こうはこれ初手置いてみたんですけどね、こういうタイプ。これマックスでね、5600ぐらいあったんです、体力が。コスト40がちょっと微妙なとこですけど。だから他で使っていくと、ここら辺じゃないかな。よう、変われぬ足でいろんなあれなので、可愛らしくで。これがあれだよね。そうすると1ターン耐えるから、ここで隙見が入れれる。っていう風かな。やらないです、やらないです。これではやらないです。ちょっと戻ります。とりあえず、まあ、こっちでいきますと。1ターン目2ターン目に重いコストを使ってった方がってことで、最後に地獄スズメとか入れるのもありだと思うんですけど、地獄スズメって家でゆっくりにしたんだろうお前だけどそこでもやっぱさっきも言った通りさ、地獄スズメがいっぱい出てくる展開ならね、地獄スズメやって体力 100% で蘇生させてみんなで耐えようじゃないけど、火力と体力でどうにかならんかっていう考えますけど、自分だけっていうとこなんですよね。それがコスト制限の難しさかな。まあもちろんね、こうやってアッシュ出てくるまだめんどくせえなくそったれていっちゃうから、めんどくせえな本当は。じゃあこっち行くわ、ちょっと待って、ちょっと体力変えたかった、みんなで行かん、みんなで行かな、アッシュ行かなかん、しまった、あれは相手の一番右のアッシュ行かなかんかった、みんなでしくったしくった、どっちかのアッシュをみんなで行かなかんかった、みんなが2人か3人で、うん、じゃないとか。そこの後はあれですよね、まあそれはもちろんチームの連携だけどね、そういうとこがあれかな、結構なんか対戦のキーマンになってくるかなと。対戦順を、あ、対戦順で回答順をさ、座れる相手とかで ずらすじゃないけど答えないと。あの1ターンのあれですよね、音楽隊ブレーメンのやつとかでもそうですよね、そういうとこだよね。で逆に私のエトナさん FX 使っとるとこなんかはもうみんなでさ殴って、要は何、1ターンで沈めるっていうの、2発打たせないっていう精神、まあ、初手のアッシュでもそうですよね、あれでもみんなで殴っちゃうとかね、そういうチームプレイじゃないけど、そういうのが結構重要かな。コキリコめんどくさいね、あいつね、向こう気づいたんだけど、私あれコキリコ育ててなかったしくったわ、結構向こう育ててないやつ多い。あとあいつ千葉のあの赤いやつ、あの耐えるやつ、あれも育ててない、あれで遊んでもよかったかなと。おっとっとっと、遅延クラブな。これさ、リーズンとかでも別にダメなんかな。いやこれだから今止まったでしょ、結果とかリゾルト、そうか、リーズンとかでもダメかなって、ダメかな。いや自分の中でね、日本語解釈的にね、D とも面倒くさいなこれだ。あ、水辺っていうことを逆にもう考えてもあれかなって思う、ここに関しては。そうするとパプアさんじゃなくてバターリ、あれを使うっていう選択肢がその頭の中で減っていくっていうのかなって思うんですよね。であれも面倒くさいね、あのエンジェルで火力アップで、これ何だった、あの一個さ、子供じゃないけどティーネージとジュニアの一緒に出た、これともう一個なんか他にこんなような問題あると思う、あの若いみたいな、なんかあれも嫌いだな、なんかあのチャイルドフットと、あと何だった、あれスクールボーイじゃないけど、なんかそれも、それもあかんわ、うん、
あ、そういうことか。ランディング教えそうになった。あ、そういうことか。そういうことか。あの、タミちゃんはあれだね。体力低い理由だ。あ、ここのタミちゃんでもそうだけど、これだと、実は結構優位だと思うんですけどね。あの、水が入ってないから、引かせて。体力少ないんだけど、全体引きつけるから。まあ、この手の4ターンをうまく活かす構成の方がいいんじゃないかなって、私思うんですよね。だから1ターン目、2ターン目で どれか体力を多いの置けば、私で言うとエトナさん置いてますがね。で、初手に後方足を置いてる人もいましたが、リスボもいましたが、そこら辺で1ターン耐えると、4ターンでなんかね、こうやって火力アップのやつとか打てるっていう流れかなと思うんですよね。そこへ繋ぐっていうの。うん、あ、結構テンプレパーティーじゃないけど、被るような感じはある。なんか、思う。まあそうだな、コストが制限あるんだから、使える幅が狭いんだから、広くはならんわな、当たり前だけど。Thanks! って思うんすよ。だから一見なんか見た目さ、このデッキ舐めとると思いますかね。いや、ただ、私的に言ったらさ、納金でさ、早い終わりたいっていうの。Thanks! 要は問題数少なくさ、あの、ポン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 答えてさ、って思うんすけど、だからその1ターン目、2ターン目に耐える、要はそうすると、本当はここあれなんですよね。4番手にさ、これコストギリだであかんすけど、あの言いましたか、隙見を入れる。でこのゲームって当たり前だけど、そうだり1ターンずつパタパタ倒れてきゃスキルって問題間違いなかったら1ターンずつ発動ですが、いやそんなこと当たり前だって言われると思いますけど、それを1ターンにうまく早めるなんか努力じゃないけど作戦してみると、それ結構重要かなって。もちろんそれは何、イベユル持っとるっていうのが一番あるんですよね。イベユルをとつる、あのマネーパワーでとつるっていうのが一番で手っ取り早い道なんですけど、コスト制限の時ってでも相談っていうのはマネーパワーっていうのそこら辺のところ及びにくいってこと。そうすると初手のあれだよね、初手2番手でこれコスト10で一応火火力こんだけアップしますの2ターンだから、コスト10だから費用対効果でかいかなって、何より水が入ってないもんでって思うんすよ。で、水に対して一応分が悪くないですわ。で、もう、ぶっちゃけて言うとこれぐらいのコストだったら2000ありゃ十分でしょ、体力。あ、火力。体力はどうでもいいでしょ。そうすると、パパさんも気にせんでいいし、水編のパターリア、国会王子も気にせんでいいから、まあ、これを入れる、ここに入れる努力する。私ここに入れると入らんのですよ。どれか削らなかんのですよ。見たらこういうの、法一ね、3形態までしか作ってないでしょ、確か。2形態持ってないんですよ。2形態を入れるっていう手もあれかな。ちょっと待ってください。2形態ってコストいくつだった？今から方位置作りに行くか。あれ方位置どこだった？あれ岡山かなんかの方じゃなかった？あいつって言っちゃあかんな。あれ方位置どこだった？方位置あれ東北だったか？あ、おった。そう、ないもんね。これ。これを入れるっていう手もあれだね。これ入れるとコスト5になりますが。あ、1下がりますが、今の状態で。1下がるからここに入れれますが、月見がっていう手もありかな。それかここに何もう火力に目をつぶって、ちょっと待ってくださいよ。あいつ玉これを入れる。500枚低いっていうのありますが、600かっていう手もありかな。ただ私こっちがやりやすいかなと思いますけど、ね、月見入れるとそこら辺のところはクリアできるから、パプアサードところかなと思いますね。回数でいくか。だし、こいつ結構供給型になるでしょ、多分。あの、みんな使うっていう意味で。って思うんですよね。ただ、全属性を動かせるっていうところはメリットかな。まあ、とりあえずもう一回行って終わりましょうか。まあ、やるだろう。こうやってちょっとやりながら、ひそかにやるだろう。対戦数、ここでコツコツ稼ごうとしたら。一応1日20銭、3日で60銭ぐらいのノルマは欲しい。最低だね、最低は。特に初日これはあれだもんね、スタートが7時ってこともあって、あなた稼げんとこいつもあるから、それやっていくとあれなんですよね。2日目3日目に足引っ張るからってとこなんですよね。お前暇だでいつでもいいだろやっとりゃ、そんなもんゆるがりばっかやっとりゃお前、そんなもんそういうことは言わないということ でこれ体力私全然分かってないんだな、自分の火力が。痛める痛める痛める子供みたいだな。結構フライトね、オイリーとかなんかありますが、これ私ね、迷うんですよ。あの、ボイルとスティーム。全然日本語わかってねえな、お前。そうだ、初手のそうだよね。アッシュ。クレムリンがおるぞ。クレムリンがおるぞ、あれ。めんどくせえな。
キノコでしょ。北間さんでも本当に分かった、これみんな使っとるの見てさ、最後に置いてさ、その前に何あの千葉の赤のやついますが、ボスと耐えるやつ 65% かなんかだったか、あの色違い色違いのあそこら辺を置いたりとか、結構めんどくさいで、あいつでめんどくさいで、だんだんでもあれだね、戸田さん一発落とされるなって言ったな、こクレームにずっとあれだぞ、お前みんな行けよ、俺が行ってて感想、いや気持ちはあのクレムリンに行っとるだけなんですよ、私の心はね、心はクレムリンに行っとるんだけど、あのどっちかって他の人行ってくれってところで、気持ちだけだよ、いや気持ちはだけ取るんだけど、殴れるわけないから、殴り返されるもんな、あれは逆に。でも地味にここら辺の四国の私出っ歯って言ってますけど、ショッカーこれ結構あれだよね、費用対効果高いよね、コスト5、6で、こんなあれだもんね。全員回数攻撃動かすもんね。火力の出すは弱点だけど。出てきたな、あいつが。出てきたな、あいつが。あの、あれだろう。結構止められるな。地味にでかいな。これでかいな。言葉に詰まってくるな。なんかほんと遅延されるとあれだもんな。あの、負けた気になる。ダム君がもうやたらあれだよね。少ないよね、ロシアだよ今日、ロシアっすよ、風変があれかな、やりにくいかな、ここに入れてもあれだよね、いやダム君を生かそうとさ風変入れたりって考えたんですけど、あまりにダム君の出現率が低いっていうの、草原率低いしさ、それが浮かしにくいよね、うまくで、なんすよね、ジェスチャーでも大事です、あなた考えたんだろう、ずっと考えたんだろう、ジェスチャー大事ですよ、これで言葉通じるで、いやほんとほんと、あの英語じゃなくてもその言語の通じん国でもジェスチャーで大体生きていける、大丈夫大丈夫、うん、ただジェスチャーであれだけどな、あんた勘違いするとこあるけど、相手に言ったことを勘違いしてえらいやばい目にある時もあるけどな、まあそこら辺はそこら辺というとこで、パパはさめんどくさいな、4つかタイヤあれかタイヤの前数数えとったはろ今頭の中でなんか乗り物浮かべてこれもうほんとあれだな、あの義務教育は多分やり直した方がいいね、ほんとにやっぱ外で分かってパパさん勝てえな、ほんとにカチコチやなあいつこれちょっともうあれだな、蘇生させられるだろう、これ誰行った方がいい、私体力的に、まあ一応パパさん行っとくわ、タゲとかもうそのままで、どれでも打てるもんな別に、いやでも一番右かなかんかったな本当は、でこのあれだね、あのエンジェルじゃないけどこの火力アップ系結構重要ですね、 Thanks! よくこんな本当あれだな、舐めたディックで買っとるなあんた、いやでもこれ本当にあのなんて言うんだろう、 Thanks!もちろんそのデッキとかの差っていうのもありますけど、でもこれ候補アッシュだったらそんなに揃いにくいユルじゃないですか、でエトナさんでもまあ作る気にならじゃないけど、全国を作ろうとするときついけど、どっかに標準絞って作れば作れんやつじゃないですか、私これ役に立つと作ったんですよ、火あまりにも何水で吸われるから、水の方のエトナさんがちょっと使いにくいもんで、ということでまあこんな感じで来ました、とりあえずあのマイクの方の iPhone がなんかねバッテリーねやばくなってきたね、まあ例によってねアカウントの方を変えていきますということで、はいということでチェンジ、はいということで例によってアカウント変えてきまして、やばかったね、 iPhone のバッテリー 1% でございましたし、これさっきここの動画撮ったんですけどマイク入ってなくて1分ぐらいでもやめて、これもう1回2回目なんですよ、テイク2なんですよお前はほわほっとりってことで、まあ、とりあえず行きましょうということで、デッキが右のような感じでございまして、ちゃんといいかマイクとあれだろお前、あのボタンちゃんと確認しろよ、あのバッテリーもあるか、本当に何にも本当に準備できてないですよ、ということでこんな感じの成績でやるんですけど、かなり迷走しましたこっち、本当にデンマークとか使ったりで、ね、なんか水平したりいろいろやってたんですけど、で向こうと被るのもなんかね、警備じゃないけどさ、あの四国出っ歯並べてってやっとったんですけど、なんか性格的になんかあれなんだろう、あんた変えたかったんだろうな、それってまあこっちは所定を耐えようということで、ズースはね、まあ、とりあえずあれね、あんた動画聞いて耐性しながら行った方がいいよ、分かりましたね、とりあえず行きましょうということで、ドン
ズウスはね、あれ、最初で、ね、最後に置いとったんですよ。で最後に置くとね、その、向こうで言ってましたが。要は優位性が低いっていうの。だって 300% 回復で、これほんと 300% 回復なんだから、あれ、ベータ振り切っとって分かんねえもんな。数えとかなかんねえ、これちゃんとね。ぼったくられるね、回復数値。要は何、自分だけじゃないけどさ、みんな回復しようとしたらさ、極端に言うとさ、ホイチ用によって、私、ズウスをってさ、みんな体力300%回復したって意味ないよね。だから前の方に置いた方がいいかなって。要は1ターン目、2ターン目で1ターン耐えて、月見を発動させるって。あれ。まあいいや。てか、あんた、最高到達ランクはいいんだけど、最高連勝、1連勝だって。ちょっと待ちや。まあ、とりあえず行きましょう、どう。鼻でできそうだぞ、今。1連勝か。そうか。そうだな。9戦3勝って何これ。野球だね。バッターだね、これ。前もなんか言ってたね。そうだね。イチローの打率より低いんだもんね。そうだ、3割ないんだもんね。3割ないよね。まあいいわ。本当に迷走したな、これはな。デッキを被らせたくないっていうのもありますけどね。でさっきも言った通り、やっぱ初手かどっかに重いじゃないけどさ、そっちの方がそのコストの優位性を生かせるかなって最後に行くより、これ殴れるんかこれって、私体力足りるか、二人で行かなかんだろこれ。火力足りんだろ、行けんだろ多分。いや、ズース体力火力足りんよ、3400これ。相手ヒビズだもんね。打てんぞ、打てんけど行かなかんわな。だ、打てんよな。打てんけど行かなかんわ。これどっち行く皆さん。あっち、みんな一人だもんな。あれ一人だもん。行ったね。これは行ったね。あれでも打てんもんな。お互い打てんもんな。アッシュでズースも打てんしな。ズースは多分誰も初手で打てんだろう。いや、そういうユル使わない。あれか、リスボンとかか。リスボン風変し、あ、でもあれか、風変してもあれか。10日だもんな。部が良くなるわけじゃないから、あれか。ん？どうした？電話でもかかってきたか？大丈夫か？寝落ちとかあるか？あ、私寝落ちってやそう。12時過ぎて、ゆるがりとかじゃないけど、やっとるとき、寝落ちするときある。問題がなり、進んどるときある。ある。昨日もその前もそうだった。これ一瞬あれだな、ツボ押しそうだったもんな。蝶はツボなんだもんな。これなんかもう一個ツボの答えの問題あるでしょ。あれ嫌いなやつあるわ、なんか。ツボの概念をなんか分かってないもん。ツボの概念ってお前。びっくりすること言うね。あれもコスト的に足らんもね、おもろく入れてたんですよ。まあいいや、これちょっと待てよ。フォーオール。私押さん方がいいか、どっちの方がいいこれ。あれだもんね、宇和島おるもんね。宇和島ってでもあれだよな、精度高いよね、これね、コストに対してね。入れようと思った。足りんもんで入れんかったんですよ、79だね。おもろくんよりは宇和島の方がいいかなって。ただ、ここの宇和島と CR スズメってもそうだけど、結局、水使わなかったらいいっていう話だろうな。ここでもやっぱ見とっても、北場さんの体力めんどくさいね。コスト10で体力がめんどくさいね。火力がないっていうとこ、あれ、私あれだね、あれ、通天かったで、ね、縛ったで、ね。で、こうやってパプアさんが出てくると、ま、悩んだんだろう、お前。他に選択肢がないから角いったんだろう。一応月見でも打てるかなーっていう考えなんですよね。コスト対効果で考えると月見の自由でいけるから、ただ4ターンの発動させるために、1ターンか2ターン目、まあ、3ターン目でもいいけど、重いの置く。さあ3ターン目に重いの置くても、こうやってウスが出てくる通りにね、少なく置いても多分貫通されると思うから、考えるとやっぱ初手とかあれかな。初手はまず抜かれんよね。いや、集中攻撃された。別にあれで何？なんて言おうとした？ちょっと待てよ。集中攻撃されてもさ、引きつけられていいって言えばいいんですけどね。問題なのはあれだよね。中途半端に2-2とか言って落とさずに行くっていうのが一番あれだよね。だったらもう3で1人落としちゃうってした方がいいよね。ただそれコスト制限なので、一人落としても結局他のコストとかあれで、まあ、チームプレイ結構あれだな、これ大事だと思う。で、これがいいんだよね、抜けれるで。と思ったんですよね。
要はクラマンティミマキとかだから水のあれを気にせんでいいもんでさ、うん、それがでかいかなと思うんですよね。で最後はもうどうしても方位置が溢れるんだこれはな。そこの裏はコスト的に書けんもんね、なかな か, だかそうすると前の方で小細工していくっていう風かなと思うんですけどね。これ私じゃない方がいいもんで、ね、確か、うん、だから水辺も使わんかったらもう対策がっていう風かなと思ったんですけどね。ここら辺はそこまでなんかあれだもんね。水辺難しいよな入れても。で特に何今回言うとあの四国鉄砲がおるもんで、で火を回数攻撃にしてきますが、そうすると噛み合うもんで、そこで使ったり使わんかったり悩ましい判断に迫られると一概にね使った方がっていうのは私はねって思ったんですよね。 there, there is,、うん、to be there とか to there is はもうまずあれだよね並び的にまずね、ねえ、there is で、まあ、その to があって何かとかっていう風ならまだあれだけど、そうだな、to there is だもんな。と、統治か。to を統治か。かけ試しとかあるわけじゃないもんな。パップアッチか。パップアッチか。infectious, infinite, influential, determined.めんどくさいとこ出てくるんだよな。これも何突き火をかけて、まあまあそれは綺麗事ですけどね、うまくポン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 って流れてきゃ抜けんあれでもないかなって、パーセン的にで。パプアさんはでもやっぱあれだね、あれも費用対効果ならんとこ高いよね、うん、精度高いと思う、うん、これさミーティングでも別にさダメかなと思うんですけどね、私ダメかな。ミーティングででもあれか、決まっとることを発表するだけだもんね。お前またあれだな、なんか会社ディスるようなこと言ってるな、ダメかなということで Thanks ということだけど、ほっとこれだからさ、その勝敗がつきにくいっていうのだから左右するとこってやっぱそのあれだよね、初手のさ Thanks、自分の火力とさその突具合と相手の、まあ、予想突具合体力と合わせてばらけずに何一人ずつ落としていくのか、それかもう高体力のやつそれを無視してアンパイ拾いに行く、自分が打てるやつを打ちに行くとか、そうすると高体力は残すっていうようなところを徹底していくっていうとこかな。そこら辺が多分勝敗の差、まあもちろん問題間違いってのはありますよもちろんありますけど、ありますけど結構勝敗が多分つきにくいんじゃないかなと思ったんですよね。いやもう何ゆるで差がつきにくいっすな、当たり前だけど。でロシアでその火でなんかねとつりにくいやつがおるとかさ、例えばこれだからあれなんだよね、そのゆるがりでも何極端にさ優位性が出ちゃうようなやつを多分作らないようにしてるんで、だから北間さんでも多分あれだろうね、体力の方によって火力は結構抑えたんだろうね。あれ火力コスト10だったかあれであったらちょっとあれだろうね、なかなかとつりにくいしさ、そこにイルガミとか使うっていうのは多分今の状況だとなかなかみんなしないと思うから、いや私しないからね、多分しないと思うんですよ。それがそうするとやりにくいかなと思うんですね、割とね、うんうん。こういうとこ、こういうとこ、こういうとこ。なんかここでもそのなり。どっちかいうとこれってあれなんだよね、前も言いましたけど、やっぱ最初に答える人よりさ私たち含めた答えない勇気じゃないけど止めるっていうのそっちの方が結構大事かなと。あれ、タゲレンダンスよね、それを思うんですよね。だからそこら辺のとこが多分紹介分かれるとこじゃないかな。なんかチームプレーっていうの、対戦なんだけど実は協力っていうの、あんたいい言葉言ったか、対戦なんだけど協力って、はい、前協力してたらいつも足ばっかり引っ張っただろお前、それが結構大事かな。いや、やってみて思ったんですよ素直に。そのもちろん色変でありますけど、さっきのあので 5番にって言いましたが、要はその先にたげってほしいっていうの、言ってほしいっていうところを、そういうところは結構あれかなって思ったんですよね。おもろくんは完全あれですけど、さっき言った通りコスト的に使わざるウェブで使っただけで、ほっとならもっとあれだったんで変えたかったんだよね。そうだね、ここライブあれだね、あのあれ
美恵子さんも使った、いやコスト的に言うまたアラボンでそれ入れてくれば使ったけど、皮片をそんな使うっていうシーンがね、多分コスト的に使わざるを得んからっていうのがあるんですよね、じゃないかなと思うんですけどね。なかなかそうだね、差がつきにくいってね、これがね、ほんと。あれも思った、水変してさ、いつものね、芋煮じゃないけどさ、思ったんすよ、それも思ったんすよ。あれ、うっす、あれだね。みんなそうだね、酸形剤とか使ってきてあれだろうね。コスト的にやっぱ、どこに重きを置くかなんですよね、ほんとね。それも人それぞれの考えだもんね。もちろん手持ちのゆるってなるんですけど。ただ、初手の方がまだ優位性取りやすいんじゃないかなって言って、これでどうでしょうって思ったんですけど。あれがかかったのでいいですよね、別にで。私使わん方が良かったのか、ヒラであれか。私使わん方が良かったで、押さん方が良かったで、押さん方が良かったで。あ、でもあれか、倒れる可能性もあるであれか。難しいところかこれ。あった判断できてないんだろう、倒れるか倒れるか分かってないんだろう。そうだな、押しといた方が悪いよな。あれを判断しなかんね、あんたね。いや、個別だといいけど、全体だとね、今ね、細かいとこね、計算して覚えるようにしとんですよ、一応。私なりにね。うん、私が使った方がいいね。私じゃない方がいいか。はい。火力はかかっとうでいいだろう。で、どっちみちあれだもんね、全体がおるもんで、体力は多いとこ行っといた方がいいで、一応。月見のあるダッシュは結構でかいかなと思うんですよね、意外にね。発動できるかどうか。で、今回に関して言うと、初手に何、重いの、初手か2番手、まあ、向こうの私が使ったエトナさんの FX の方、それか、こっちで使っとるズースみたいに初手に置くと、ほぼ、まあ、発動できる権利は得られる可能性は非常に高いと思うんですよ。普段の何、中コストとか高コストと違って。問題間違いとかもちろんね、なければって前提ですけど。考えると誰かがやっぱそう生かすとこっていうと、そうするとそれがテンプレデッキじゃないけど、ある程度みんなそうやって使い出すと、差別化が図れんくなって、結構引き分けとかが増えるんじゃないかなって私的に思うんですけどね。うん。うん、お前あれだな、偉そうになわかってるわけじゃないくせに、10戦も大したことやってないくせに。かなと思うんですよね。差がつきにくいんですよね。うん、そうそう、これこれ、この赤の一番のやつ。耐える。あれを水に変えてとかね、やっとる人思って、あ、めんどくせえなと思ったんですよね。それこっちやるかなとか、育ててなかったでか。あいのあんたあれだもんね、好きじゃないもんね、耐える系ね。あれが火力系なら急いで育てるけどね。そこだろうね。それも思ったんですよね。で、これをさ、あとなり、この後ろに北間さん置くとかさ、最後に置くとかさ、最後だから北間さんの前になんか耐える系置くとか、まあコスト的にもちろんきつくなるとこありますけど、ただあれのやっぱ、Thanks! 銃はでかいよね、コストはね。って思うんですよね。それがやっぱなり、その最後の北場さんじゃないけど、そこまで行くまでの展開が Thanks! あの前の方から。要は、初手とか2番目とかで耐えてく方が、多分、優位性が出せるんじゃないかなって私的には勝手に思ったんですよ。勝手にと、まあ、やっとあれだな、5割近づいてきたけど、お前さっきまで3割だったもんな、お前。一郎もびっくりだもんな。踊りとるぞお前多分、まあ、とりあえずもう一回行きましょう、ドン。なんとかここであれだろ、対戦数稼ごうとしそうだろう。ただ意外にね、気に入っとるところはね、早い。そうそうで耐えれんもんだって、え、当たり前だけど。でせいぜいなり初手にその体力あるやつ置くとかしかじゃないと、まああれかパプアさんとかぐらいか、せいぜい耐えていったんですが、2ターンはきついだろう。なんかとなんかを例えばさ、あの千葉のあの耐えるやつ、名前出てこんだの前ね、ずっとね、あれでもね、2ターンも3ターンも耐えるわけじゃないですかね。玉コンボみたいなこともやりにくいですが、でここ逆に3番手のパレンケみたいな存在にはいないですが、お化けを使おうかなと思ったけど、結局ウッソとね貫通されるとこあるから、これが打てんだよね、うん、2人で打たなかん、2人で貫徹と2人でいかなかん、うん、そうそう、ここら辺の作成かな、ここら辺のあうんの呼吸じゃないけどっていうところは結構あれかな、軽いやつ残した方が多分いいと思う、こんな感じで、うん、って思うんですよね。よかったな、酸素だけで2つも、なんか窒素とかなんかあってあれだったろう。北場さんはでもあれでかいね、あれで、うん、結構あれだね、コスト対効果ほんと高いよな、あれだ、コスト10であれだもんな。
おもろくん地味に仕事したで。パップンだね。パップン行ってくれ。パップン行ってくれ。エトナさんで生き残っとるあれやない。パップはさん生きるよな。一応あれだな。私がサポートね。お前がサポートだよ。お前回るわけねえだ。お前サポートな。お前がサポートしてもらうかんだろう。二回攻撃のあれだな。エトナさんのサポートの名前がな。縁の下の力も。でもエトナさんと加わるとでかいよな、これで。低コストな効果力だよね、これ。間違いなくだよね。あいつがちょっとかかっとるのが嫌だけどね。ほっとでもここら辺も出現率が高いよね。出現率って、まあ、言えんかったろ、今。あ、月見が発動できん。月見が発動できん。月見が発動できん。月見が、これが痛いな。ここだけは動かしたかったな。意外にあれだね。でも低コストとなり、高速環境じゃないけど、火ってやっぱあれなんだな。あだなってあれだが、火水を火風で行ったらかんが。これコスト不利だぞ。お前、これあれだろ。一番右の水行った方がよかったぞ、お前。お前、分かってねえな、お前。最低、お前。右行った方がよかったぞ、お前。アンポッター。本当に。最低。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。一応言っとくわ。いや、右が右だと思ったんですよ。ただ水だで不利かなと思って。エトナさんの火力でどうだ？生き残り補正、あ、でもあれか。ちょっと足らんか。だいぶあれだな。だいぶ耐えやがったな。これで、私はあれ。私の体力で行った方がいいだろう。幽霊一番火力ないでしょ。あいつ体力ないもんで、確か。で、少なかったはずだよ。いや、覚えてないだろ、お前。ちゃんとしてないだろ。そういう数字早くしとかなかった。唯一そう思い出した、ロシアあれだね。あの、カムチャッカだもんね。いかにあれだな。これ、ほんとあれだよね。そのコスト制限で火で低コストにして、さらにあんまり火の何、活躍の場がないさ、火にさ、焦点当てて、うまくこれなんか初日のコスト制限作ったよね、これ。多分あんまりだよね、初日だでさ、そういう、なんて言うだろう、コストの不公平さじゃないけどさ、持っとる人と持ってない人の差が多分出てこないように。で、特にスタートも7時だから、比較的あれじゃないの、多分社会人目線、お前ちゃんと言えよ、セックスで、ある程度組んどるんじゃないかなと思うんですよね。お前、偉そうだな、なんか。お前がなんかレギュレーション作っとるみたいな。でも大体あれですよ、セックス、初日ってそういう傾向ありますかね。あんまりなんかいきなりさ、いや、コスト無制限なり、全属性でなんかフィリピンとかインドとか暴風を初日からはいきなり出さんすわ。大体。うまーくなんかあれだね。ここもだから本当にイベユルが使えん状況っていうのを火にして。で、早いので。ただやっぱこれ火思うわ。低コストでもいいわ。そんでもこれで1、2、3、4、5、6、7問。まあ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 あれじゃないかな。ちょっと月見発動できんかったね。まあ、ということで、まあ、とりあえずこんな感じで来まして、って思ったんですよ。うん。これで一応どんなもんだった？よかったね。復活してきたね。3割バッターから何？ 5 割バッターになったってこと？ 5 割バッターになれない。集団者取れるね。まあいいや、戻したね。よかったね。なんとかね。まあまあ、これでということで。とりあえずまあこんな感じで来ましたけど、じゃないかなと思うんですよ。やっぱね、優位性を取る。だから1番手か2番手に、交代力。ただここでもあれだよね。ズース使ったってこれ結局何？アシュとそんなに体力変わるわけじゃないですか。これと。5100だから。で、向こうの方でズースで見ると5600ですが、500高いだけ。で、コストがその分3重い。ここのコスト3は結構あれね、どう取るからね。その代わり火力がアシュの方があるから、そんなにズース使うかって別に優位性あるわけじゃないですよね。いや、ただ、私、何、偶然と釣れたから、これ、せっかくだで、まあ、使っていこうかなって。人とね、同じのが嫌だかというふうに使いましたけど。なかなかあれだよね、当たり前だから低コストで、その優位性を取るのが難しいですね。優位性、お前何遍も言っとく。それが本当難しいと思うんですよ。だからやっぱ、あれだね、書店のそのさ、こういうやつ、硬いやつをさ、みんなで殴りに行くっていうの、2発、3発、多分2発じゃあれでしょう。みんな分かっとると思うんですよ。アッシュでズースも殴れんし、ズースでアッシュも殴れんし、一発でって意味。二人で行かなあかんっていうの。だからアッシュとかでさ、シーアラッシュとかで協力して殴るとか、っていう風なチームプレイの方が結構重要かな。だから引き分けがある程度増える展開かなと思うんですけどね、私的にはね。で、やっぱここはあれか。
その低コストでなんか火力アップじゃないけどさ、パプアさん来ても抜けるようなうまくの抜け道ってやっぱこれじゃないかなと思うんですよ。水が入っとらんから特に。別にこれ何4ターンまで発動できるっていう前提で行くなら、普通で行くとインテですよね。ここで言うと、まあコスト的に言うとあれじゃない、入れれんことはないよね。ここで全体攻撃じゃなくて、自分だけの火力じゃなくて、回数攻撃とかなんか重ねていきたいですわ。そうすると、これだとあれか、1ターンだもんね。風だであかんね、これね。これだ根本的に火力やし、22は重いよね。これではあかんな、3回攻撃で2ターンだけだから、自分だけで後ろつなぐ。まあ大体ここじゃないかな。インティ。これがあれか、4ターンで3発、3ターン打てるから、火力申し分ない。コスト19がちょっと重いですけどね。ここは火力しなあかんか。使いやすいところは食べちゃうんだよね。もう体力なんか関係ないので。でこれもやっぱ非風でさ、水が入らんから、いいと思うんですよね。こっちもで。ただこっちの方がコストが5重いっていうとこ。で、あとパプアさんとかだと、あいつって当たり前だけど、パーセンアップするから、回数攻撃よりこっちもパーセンアップでいった方がいいっすが。考えると、こっちの方がまだあれかな。まあもちろん色変した時の兼ね合いとかもありますよ。まあトータル的に見るとじゃないかなと思うんですよ。だから意外に輝ける場面かなと思うんですよね。まあ、それを動かすためにここら辺でなんか重たいの使っていく。体力あるっていう意味で。低コストだからまずあれですもんね。初手でね、3人ぐらいでフルボッコされん限りは耐える可能性高いから。ここの2人あればね、さっきは何、孤立発動できんかったですけど、問題ミスなきゃまあ多分は、発動できるんじゃないかっていうところですよね。まあ、回ってくるんじゃないかっていうところで、かなと思うんですよね。いや、結構当たり前だけど低コストで幅が広くないよね。そうすると、この辺のコストじゃないけど、こんなテンプレデッキっていうの、ある程度前の方に重いの置いて、ここら辺で火力アップ入れていく。コスト的に言うはあれですよね。パプアさんとか入れれんから。入れにくいからって言った方がいいから。入れれんとは言わんけど。限りなく入れにくいか。っていう風になると、やっぱあれだね。堂々巡りだけど、そういうね、初手の、ね、殴り方っていうの。そこら辺のとこが結構勝敗分かれるかなぁと思うんですけどね。まあそんな感じでとりあえず本日は来ましたということで。まあ明日からあれだねなとか、明日、本日分の8000ぐらいはまくっていきたいところを考えると、明日28銭ぐらい行きたいか、40銭ぐらいまで行きたいか。まあ、あんたいいだろ、暇なで。ね、そうでございますということで、まあ、とりあえずそんな感じでやってきましたということで、はい、ということで、そんな感じで、終わり。